インド自動映画協会は、インド情報、放送省の部局で、自動映画や、テレビ番組を制作する機関。1955年に設立され、ムンバイに本部が置かれている。インドの児童向けの専門映画制作機関の概念は、初代首相ジャワハルラ・ラール・ネルーによって提唱され、1955年5月11日に、インド自動映画協会が設立され、HN ・クンズルが、 初代会長に就任した。1956年に教会が制作した最初の映画、ジャルデプが公開され、同作は、キダール・シャルマが監督を務め、マラシンハーが出演している。会長の任期は1期3年で、過去に、サイ・パランジパーー・パイ・ーナフィー・サー、アリー・ナンディタ・ダス・アモ・ールグプテ・ムケイシカンナーが会長を務めた。 主な活動として、インドの様々な言語を活用した、長編映画、短編映画を制作が挙げられ、制作費の援助や映画の配給も行っている。2007年までの時点で、長編映画114本、短編アニメーション映画45本、人形劇映画9本、短編ドキュメンタリー映画、ニュースマガジン52本を制作している。また、 インド国際児童映画祭を主催しており、協会が制作した映画は、インド国外の映画祭で上映され、多くの映画賞を受賞している。ありがとうございます。